政策にかかる経費を借金に頼らず賄う基礎的財政収支について、政府は2025年度の黒字化目標が2年遅れるという試算を発表しました。内閣府が公表した試算では、黒字化の目標とする2025年度には、実態より高い名目で 3% 以上の経済成長を前提としても、2兆3000億円の赤字が残ります。一方、成長率が現在と同じくらいの場合は、黒字化するめどが立っていません。半年前に出した試算では、黒字化は目標から1年遅れて2026年度になると見込みましたが、成長率が想定より低く税収が上がらないことを理由に達成時期をさらに1年先送りしました。茂木経済再生担当大臣は歳出改革をして黒字化を達成したいとしています。